ちょっと無理。今回も三国志14実況していきたいと思います。前回は、ゆっくり内政をするつもりが同盟国のせいで行、洛陽と獲得したところまで。ほんと、もう少しゆっくり内政して安定してから進む予定だったんだよね。でも、河北を劉備に制圧されると曹操の後が面倒になるからな。そうだね、まだ倒さなきゃない勢力がある中で成長されても困るからね。じゃあ、同盟国にも悩まされつつ曹操軍と戦う王老軍、頑張っていこう。ようやく前回の激闘の後始末が終わったのに、また土地占領をする日々が始まるのか。ギリギリで落とした領は結構広いからな。さらに残敵相当も残ってるからね。隠れた敵、劉備軍も領と平原の境界で動いてるしな。できるだけ相手に土地を渡さないようにしておかなきゃね。次のターゲットか。道が悪いからたどり着くのは大変だけど、人材確保とともに相手に人材を渡さないという両面で早めに倒したいところだね。元公孫とは劉備と争う姿勢。一応曹操軍と同盟関係にあるから、共同補強を取ってるという感じかな。まあ、劉備軍とぶつかるんだったら問題なしかな。前回編成した孫権軍団だけど、霊領対応のために全移民にしたけど動きが悪すぎる。なので、王老軍団支援に戻して、霊領と慶領を直轄に変更。まだ若いと思ったけど、もうダメなのかな。と特には向かないのかもねー。優秀な部下がいてなんとかなる程度かもなー。で、早急に霊領を救援するべく、部隊で兵士輸送を代用するよ。起きないとは思うけど、兵は送っておかなきゃなー。出番だな。縁の安全性を上げるため、武漢攻略をするよ。武器取っておけば、直接攻撃されることなくなるしなー。そう、攻められたとしてもワンクッションあるかないかは大きいからねー。編成は、眼光で支援しつつ勝者で撃破する感じでー。それなりに豪華なメンバーでさっさと落としたいよなー。出陣する。さあ、武漢攻略と並行して函谷関攻略もするよ。こっちは勢いで攻略した洛陽防衛用。出陣するのは安心と信頼の勝者隊。工場兵器は勝者だけでいいんじゃないかと思う。ない時は投石かな、程度だねー。腕が鳴るぜ。でも、この函谷関取得が泥沼の始まりとは思わなかったんだよな。死者が面会を望んでいます。王老様が外交に行かなくても来てくれるようになったな。曹操軍を超えて王吾軍が一番の勢力になったからね。王老様の土下座外交から周りの土下座外交に変わったのか。死者が面会を望んでいます。元は元公孫とから、まあ有効程度なら受けてあげるよ。される側に回ると気分いいな。劉曹が優勝にじゃれついていってるんだよね。平安20万いるのにこの程度じゃ落とせないよな。足場作り程度じゃないかな。霊領は無事生還。師匠がまた動き出してるし安心できないよな。かといって今孔子に攻め込む余力はないんだよね。今度は曹操からか。てか本人来たし、司武氏は一族だし、お金もらえるし返しちゃおう。遅かれ早かれ逃げられるしねー。仲良くなってすぐ悪くなる関係。攻め立て。なんか長安からいっぱい出てきた。早く片付けるために諸葛亮の戦法を使っていこう。全ては我が棚心のうちに。使うのを忘れてただけだけどなー。武漢攻略完了。はいはい、ほよねー。死者が到着しました。また曹操か。あのさ、
なんで宗神さんを使者でよこすのかな。あの絵ジェオド氏に来てるとしか思えないよね。で、今回も一族入りなので返してあげることに。韓国艦も無事攻略。これでこっち側は一段落かな。あとは残敵相当して。縁に遊びに来られた曹操軍の方々に。はい、集大さんの戦法アトラクションをプレゼント。ある意味挑戦するほどの楽しさ。縁方面は集大さん一人でなんとかなりそうだね。受け始めるとうるさい土下座外交。かかれ。集大に負けず義援をアピール中。一騎打ちに強い武将が増えるのは嬉しい限り。勝率見れたらだけど、負け越してるわけだからな。この安心して見てられる感。安定の勝利。腹に追撃で前方。義援がもうアピールだね。今回は、王老、春の艦祭り。行く先々で世間が多いからね。今度は信用の入り口、帰還攻略。こちらには韓国艦を攻略した、余毛と余隊のコンビを移動させずに。安定の勝者コンビだな。孤立してるところだからサクッと落としたいところだね。ついてこい。韓国艦の外では激しい戦いが。小粒だけど、数が多いから囲まれると危険なんだよな。何もなく壺艦を攻略。でも、なんでか支援部隊の兵が減ってるんだよね。あ、帰っていった。高濃厚を取りに行こうとしたら、すごいことに。突撃隊長が敵を呼び寄せたのか。こっちも応援出したから大丈夫だと思うけどね。あ、久しぶりの王老様土下座外交。思うところあって師匠と仲良くしようと頑張ってるよ。進みます。進めせよ。攻め立てよ。やらせるか。で、信用攻略のために出陣しようとしたら、え、重傷。今になって気づいたんだけど、帰還攻略中に軽に画面が移動してたのは、どうやら地域で疫病が起きていたのかも。それで、兵も減って武将も病に倒れたと。みたいだね。ということで信用攻略は少し待つことに。滅ぼしたら青春送りにしようと思ってたのに。後継は細胞か。組みやすくなったかな。ようやく軽傷まで回復したので、信用攻略を実行することに。まだ艦内が重傷だったけどな。今になって気づいたよ。あの時はみんな軽傷になってると思ってたんだよ。まあ、なんとかなると思い、いつも通り、城の前集合でー。出陣するぞ。師匠が全力で霊陽に攻めてきたんだけど、今度は城からの攻撃が増える施策を実行済み。これからどうなるかだけど、300程度の損害与えてるな。でも、霊陽防衛はおまけ。信用攻めは、早くも第一形態。迎撃部隊が出てきてて余毛がピンチだけどね。余毛がやられてもまだ余隊がいるしな。ここまで抵抗が激しいとは。でも、ここで最終形態、なんとかなるわず。
おじいちゃん、頼りになるぜ。ここでまさかの君主出陣からの速攻一騎打ち。いやいや、そこで旅隊はやめてくれー。あのさ、君主が出てきてすぐ一騎打ちとかどうなんだろ。いざ尋常に勝負。すでに負け確状態。あ、2回戦負けは初めて見たかも。が、壊滅せず、まだいける。あ、勘明。撃破だ。あと6のところで旅隊が壊滅。ギリギリのところで信用陥落。ほんとギリギリだったよ。これで超運滅亡。人材20人近くを獲得だね。滅亡なのに寝返り一人だけとか。残りは捕虜だ。というところで今回はここまで。曹操を西へと追いやりつつ、人材確保の長運を滅亡させることができたね。これで物資だけじゃなく武将数でも曹操を超えたな。ここからはどんどん曹操を追い詰めていく戦いだね。じゃあ、厳しい時を超え平定戦に移行しつつある王老軍の活躍を、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。